さすがに。じゃあ本当だって。いやさすがにないよ、サバイバルじゃんそんな。あもう。残念。奇跡よ。ボタンでたのに。週間発表。お久しぶりです。お久しぶり。元気ないじゃん。元気あるよ。元気はある。元気はある？元気はあるけど、声が張れない。なんで？なんかあったの？いやーねー、なんだろうねー。そうなんだよね。私もなんだろうねって感じよ。なんでこうこのこれが今日なのっていう、この七瀬がなんで今日出ちゃったっていう状況なんですけど、七瀬のわかりますと、魔界の花あのオープニングで言った通り打っております。ずっと打っております。継続して打っております。ただしかし当たりはございません。何笑ってんの？ちょっとさ、朝さ、1週間負けなしとかさ、そう今日ならいけるとか言ってた言ってたよ。ちょっとだからヒヤヒヤしたんだよ。結局かい。結局だよ。結局ですわい。そんなで笑ってるけど私もやばいの。鳥ちゃんは？鳥ちゃんの方はね、009をやっぱり打ちました、ライトミドルで。で、当たり引ったの、うん、83ゲームで、うんうん、よっしゃと思ったけど ST は入らず、出玉もゼロ。でもそんなのあるあるじゃん。まあね、え、ナルセもあるあるだけど、なんかさ、その一回当たってるっていうのがすごく羨ましい。ちょっとリードじゃない？でも出玉で、まあでも一回出玉はね、得てるわけでしょ。そう、一回は得てるから、投資も私の方が多分少ないし、このままいったら私勝っちゃうよ今日。マイナス勝負やってどっちが少ない。いや、まだ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 、今から後半とかでしょ。う、ね、どうすんの今から。いやいやいや、魔界の花。マジで魔界の花を咲かせますっていう感じで。え、何笑ってんの。え、バカにしてます、みんな笑ってるじゃん。何ないね、魔界の花咲かせますダメ。いいぞ、めっちゃ心配されてたじゃん。ザルバに行きますとか。大丈夫、そんなことない。ザルバ、あ、そうですね。え、行かない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 、ザルバに。マジで行かないよ。いつ行くの。タイミングなんかないよ、そんな行く。私は逆に大移動しようかなって。なんか当たったんだけど、うん、ちょっとダラダラしてきちゃってて、うん、展開も悪いので、うんうん、移動しようかなって。気分を一新、新たに行こうかなって思ってますよ。助けてくれないんだ。いやいや、助けてくれないんだって。結構ひどいよ。同じリーチしか来ないしね。リーチいろいろあるじゃん、やっぱ用意してる最近のパチンコは。そうだね、演出豊富だから、うん、なんでうまいこと同じリーチしか行かないかなって。もう分かっちゃう、当たらないって。い、当たってないって分かってるけど、熱いリーチは来た。来た。あ、それがいつも同じ。来たけど、なんかもう青とか途中で絡んでくるんだよ。でもダメだみたいになっちゃうわけ。そうそうそう。なるほどね、うん、でもちゃんと演技するよ。熱いんじゃないとか言うけど、心の中ではやばい、また外れるって。だいぶ弱くなってきてる。そうでも今からもちょっと若い花が頑張るね。だからちょっとここで中間発表したから、うん、もう終わったエンディングはもうすごい満面の笑みで。ありえるからだって。全然マックスだもんね。全然ありえる。パチンコだからね。パチンコだからね、本当に。いやいやいや、そうですよ、ね、うん、ちょっと後半ね、気合い入れて、うん、面白い動画を届けれるようにね。外ればっかじゃやだよ、やっぱり。そうそう、面白くないからね。ろ、うん、うん、頑張ろう。はい、パチラブ。寝台がね、こちらイケメンですねが入ってて、ここも、あー、やっぱり人気だ。開いてないかも。天才箱も入ってます。319分の1。ここに乙女フェスティバルがあった。これもちょっと考えてます。マクロス、あ、あれ、こっち私が知ってるやつじゃない。234分の1、ライトミドルタイプ。あれ、あるんだこういうの。じゃあこっち移動してみましょうか。もうちょっとダメだった、009ダメだったんで、ちょっと気分も下がってきたので、大移動してちょっともう一回頑張ろうと思います。今度はこちらの234分の1、 CRF マクロスフロンティア2、こちらで頑張ろうと思います。さあ
移動しまして、続きまして CR フィーバーマクロスフロンティア2、大当たり確率234分の1、でフロンティアモード突入率が 57%、 約 57% 半分以上で ST 入りますので、 ST というかあれですね、フロンティアモード頑張りたいと思います。ワーニングが入った。この白い保留かな、こっちかな、パーチでリーチ6 7 8。このワーニングは多分この2個目の保留の方だと思う。あ、やっぱりそうか、こっちかな、あ、こっちか、あ、これがね、3個まで行ってくれたら、こ、青閉まれ、よし、青だな、もう1個、もう1回、もう一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 回、あー、文字もね、普通の色だからここは厳しいかな。残念でした。あ、あるかも、あ、なかった、ワニング消えちゃう、これで。お、震えてる、震えました、わからないと思うけど、すごい震えた。緑チャーンス、もう一回お願い。あ、これね、これで私当たったことある。よし、いいよ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 、もっと行こう、お願いしますよ、もっと行こう、よしよし、緑まで行った、まだまだ、よし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 、わー、ドキドキしてきた、もうちょっと、やめてー、あ、5行った、なん、マジ、じゃこれいいんじゃない、リーチか、赤まで行きましたよ、フロンティアターン、良さそうですけどね。歌姫降臨してほしいな、しちゃおうか、歌姫降臨しよう、ドクター、チャンスがやってきました。おお、ストーリー、人はストーリーじゃない、チャンスアップ、それが分かったか、おおおお、星4、期待度4、チャンスアップあり、あ、パックまで行くかな、マックスいった、マックスいったよ、ここ、あ、最後のチャンスアップはなかったけど、これマックスいったら結構熱いんですよ、じゃあ当たるんじゃないこれ、お願い、じゃこれ当たるよ、これはいける、絶対いける、これはいける、いける、せーの、イエーイ当たった、イエー、嬉しい、やった、嬉しい、やったね、嬉しい、9で大当たりゲットです、移動してよかった、ゲーム数が123ゲーム、投資が 26.5 本、結構いっちゃったけど、ここから頑張ります。じゃあ、ポッドフロンティアモード入りたいな、フロ
ロンティアチャレンジが始まりますよ。じゃあマーチお願い、マーチお願い、いい、お願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 いします。リンパカー 2.5 だよ。お願いします。お願い、半分よ、半分、半分以上あるよ。はい、じゃあマーチお願い、お願い、100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 、
て絶叫イエーイ 51% 勝ち取りました。あ、ギャラクシーライブにしましょう。やったー、ここから 77% 継続の届け物途中です。いや嬉しい、え、マジで嬉しい。もう余裕、ここまで来たら。あ、 77% ですからね。入った。あー、ドキドキするな。この最初の 77% いけるでしょう。余裕でしょ。即落ちだけはいいや。でも大丈夫、絶対余裕。お願い。うわー、大丈夫かな。フロンティアチャレンジだよ。やだよ、即落ちだけは本当に勘弁して。お願い。ルーレットか、何があるかによるんですよね。バツ、うわ、バツ多いな。歌姫降臨でお願い、歌姫降臨でお願い。これ罰来たら終わりですからね、本当に。で、お願い、歌姫降臨来たー。  77% よ、マジで。ただマジで泣きの1回があるはず。マジで 77% じゃ、本当に終わったし、ショックすぎる。マジでか、マジで。センターまで終わっちゃった。先発マジで。で、私でも泣きの一発割と強いんですよ。やだー、終わりたくないよ、マジで終わりたくない。入って、あー、入んなかったねえ、マジで。速攻で終わった。出来事、3分ぐらいの出来事じゃないですか、これ。マジで。せっかく当たって。なあ。もう。パチラブ。一番感じてるのは私ですからね。危ないぞっていうのは。どうぞ。頑張れよと。感じてますから、なんとかしてみせます。やばい、当たる、長かった。
本当によかった、当たりました。803、4、804、まあ、マジで超えたい、本当にお願い、 SC やらせてお願い。
辛いです。あ、来た。どう、ねえ、何、おめでとう、シーメントラッシュなんて。え、ラッシュはおめでとう。ありがとう。さっき、うん、当たったって噂で聞いて後ろ見たよ。したらお願いお願いってだから逃げ打ちしたから声かけなかったの。まあ佐藤続いてるんだろうなって。今ちょうどねラッシュが落ち着いたとこ。違う違う、落ち着いたとこね。落ち着いたとこ、落ち着いたとこだからちょっと当たったよって言うの言いに来たんだけど、してたんだ。してた。バトル1って書いてあったからどれくらいまで行ったのかなっていうところ。あ、そこわかんないですよ。それは知らないぞ。いや終わりました。マジっすか。多分 1800発のままですよね。駆け抜けた。聞く聞く。落ち着いた落ち着いた。駆け抜けたって言えば言い方もあるけど、鈴の方は落ち着いたって言ってる。そうそうそう、駆け抜けたって言い方がまあ世間一般的かもしれないよ。やっぱそれって悲しいからさ、落ち着いたね。あー、すごい使っていいよ。私もダイが落ち着いたって。惜しいから秘密。いや30え36.5。あ、じゃあ全然逆転できるじゃん。第1回目だからね、気合い入れていこう。 OK、 ありがとう、元気出た。落ち着かないでね、今度は。落ち着かないやつ。私第6回のこと考えてるから、最後のルーレット。だから今日の目先では私負けたら嫌だけど、後のこと考えて死ぬでいっぱい出してほしいんだよ。 OK、 OK。 そうね、マイナスマイナスだったら大変だからね。そう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 。あ、任して任して、よろしく。ちょっと待って、どうするよ。わかるよ、白鳥さんの言ってること。やっぱミユもマイナスだし、私もマイナスし、6ヶ月後のことも踏まえてマックス打ってるんだとちゃんと出してってことが言いたいのはすごいわかるんですよ。ただね、出ないんですよ。私が一生懸命当ててせっかくラッシュに入れてもね、駆け抜けちゃったんで。いやいや、落ち着いちゃったんで、ちょっとこの後ね、時間があまりないんでどうしようかなっていうところですよ。シルベも言ったんですけど、まだ全然あの2人の今日のどっちが勝者のボックス、どっちが敗者のボックスを引くかはかまだわからない。まだ全然ひっくり返る。ハチラブ。普通に終わってバジルアタックがある。